お疲れ様です。かぐやです。このゲームは俺がやらないとダメだと思うゲームを見つけました。その名前はブリューマスター。ビールブリューイングシミュレーター。ということで、名前からわかる通り、ビールの醸造のシミュレーションゲームでございます。クラフトビールの類を作れるシミュレーターゲームだと思います。こちらのゲームですね、11月24日本日、スイッチ版も発売されています。気になる方はぜひ確認してみてください。ただ、問題としては、このゲームが日本語化に対応していないということです。公式の方でね、どうやら、日本語化対応したいっていう話をしていたんですけど、有志翻訳とかも特に受け付けていないそうなので、ちょっと時間はかかりそうかなということで、まあ、英語メインですけど、頑張って翻訳しながらやっていきたいと思います。というわけで、ニューゲーム。ブリューマスターがフリープレイどっちか、ブリューマスターでいきましょう。よっきゃ。読めない。なんか見たことある顔。Welcome, Brewer. You are about to talk your first steps into the world of home brewing, a world packed with creativity, discovery, and most of all excellent beers. はい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 。よくわかんねえ。醸造者よ。ようこそ。あなたには最、So that's exactly what you should do first. Let's get brewing!Brew a beer using the extra brewing method. Okay, Jeff. Brewing skips the mashing stage used to create. わかんない。とりあえずやります。まあ、左上に書いてあるので、なんとなくできるかな。ストーリーオブジェクティブズ。Brew a beer using the extract brewing method. とりあえず、びっくりマークついたとこ行こう。おー、というかあれだね。おしゃれな家だね。よし。はい、Equipment. Cup board. はい。これを取る。リトライブで取る。これをどこに置くの？あ、まずは水を入れなす。違う、洗った？あ、これでまずは水を入れなさいと。蓋取ってないけど大丈夫？あ、入ってないですね。リムーブドリット。あ、オッケー。いや、クオリティ高くない？すごい。温度もちゃんと出てる。10度。どんぐらい入れればいいんだろう ?21 リットルだね。カット。あ、見て。時間、あれできる。え、俺、時止めできる。時止めができるよ。へえ。で、止めて、水入れすぎたけど大丈夫？やべ。吸い取った。もう一回入れよう。キュー、ほい。入れすぎたやないかーい。まあ、いっか。よし。入れたので、ヒートブリューポットスモールオンザキッチンホーブ。ここで温めろと。何度まで？とりあえず温めるよ。リトライバーキャンアモルトエクストラクトを。あ、モルツ。モルツを取れっつってる。OK？ 何グラムいる？とりあえず両方持っとこうぜ。両方持っといて。あと2キロ。2キロいるっつってるこいつ。どっちを入れればいいんだ？ 1 と2。ライトモルツエクストラクトか。アンバー。うん、軽い方でいこうぜ。どう入れるんだ？リムーブして、ポワイント。ほう。あ、こうやって入れろってことね。全部でいいんだよ、2キロだから。よし。これで OK。OK、2キロ入れたので、リトライバーバックオブステープペルグレインフロムザインカップ。ん？オープン？これ？クリスタルモルツって書いてある。500グラム。
500g 取りまして、クリップステーブルなんたらって書いてある。あ、そういうこと。ボイルザワートインブリュー、コンティニューヒーティングザブリューポットアンティルザワートイズボーリングアラウンド100°。アラウンド100度だっさ。だから100度になるまでやれっていうこと。こんな風に時間操作できるのはマジでいいね。さすがにね、リアルタイムで100、ビール醸造は無理だからね。いや、正直ね、これ見つけた時動画にするか悩んだのよ。なんでかっていうと、ビール作る工程って結構めんどくさいと思ってて、勝手に。だからそれをゲームにしたやつって結構作業ゲーになっちゃうんじゃないかなと思って。それか、作業ゲーになるかめちゃめちゃクオリティ低くて、ポイポイポイって入れたら、はい、ビールできたよ、イエーイっていう感じのゲームかと思ってたんだけど、ガチでこのゲームクオリティ高い気がする。いいね。楽しいよ。いけ。よし、あと1人。1人じゃない。あと 0.01 度。0.01 度なんて誤差だろ。きたー。100度いったよ。リトライルブオンバックオブ、これを取れってことね。あ、違う。あ、違う。新しいの取れっつってる。ビターホップス&ブリティッシュホップ。ホップを取れっつってる。これが何？わかんない。あ、上と下で物が違うんだ。物というか、カテゴリーが違うんだ。ビターの方を50取ればいいんだ。ビターを50取ってあげて、20g の、あ、違う、逆だよ。え？どっち？ビターを20取ってあげて、こっちを50。OK。で、これを入れてあげればいいの？今持ってるものは何ですか？ 20 の、あれと、これと、これ。おー、楽しくなってきた。コンティニューザボイルフォー10分。何分やりました今。28分までいこうか。ん？コンティニューザボイルフォー10 minutes。全リムーブオールバックス。あ、全部取れっつってる。で、これを止めろって言ってるわ。wait until blue pot is at a temperature of 21°C or lower。だから、これが冷めるまでほっとけっつってるので、はい。カット。use the calendar to advance time by a day。あ、カレンダー使うと、スキップできるってこと？わかんないよ。リトライブフェルメントコンテナフロムザエクイプメントカップボード。カップボードからなんか取れって言われてる。ここ？あ、これか。OK。あー。すーげーなんか、醸造じゃないけど。あれするやつみたい。あ、待って。これ外さないといけない？リムーブしてあげて、ポーラー全部入れていい？すげえ高さから入れんじゃん。よし。フロムザ、なんか新しくまた取れって言われてる。はい、チュートリアル。おう。Yes! YEAST が読めないよ。CO2、砂糖と CO2 取れって言われてる。How much of the flame is still gas? It will convert into alcohol and CO2? あー、発酵ってこと？ごめん、全然わからん。アメリカンエール ES。アメリカンエール！ブリティッシュエール！あら、どっちか選べってこと？
どっちがいいかな。いや、初回はアメリカンでいこう、なんとなく。何ミリ入れればいいの？何ミリじゃん、何グラム入れればいいの？ちょっとずつ入れてこう。あ、しかもこれね、今見てわかった？あのね、角度でね、ちゃんと入る量が決まってる。もう一回やりたいけど、これじゃできないや。あ、オッケー。ここでポールできないかな。ちょっと他のにポールしたい。あ、できる。ちょっとね、見ててほしい。ちょっと傾けるよ。よいしょ。こぼれるぐらいにちょっと傾けんだけど。で、俺今手離してる、これ。ほんのちょっとしか出なかったじゃん。もうちょい傾けると出るんだよ。で、また止まるんだよ。すごくないこれ。いいな、このゲーム。クオリティ高いぞ。よし。15日待てって言われてる。カレンダーどこ？あ、こんなとこに置いててくれる。あ、こういう風に、あれ、スキップできるんだ。凝ってるー。俺のビールちゃん。コーンシュガー。あ、はいはい、コーンシュガーね。コーンシュガーはね、俺知ってるんだ。あのね、なんかのビール紹介するときにね、コーンシュガーっていう単語出てきたから、コーンシュガーってなんだっつって調べた覚えある。オッケー。この中に入れればいいので、15g。じゃあ 150g だ。ゆっくり入れてこうぜ。このね、ちゃんと何 g 入ったよって出してくれるの優しい。ああ、入れすぎた。まあ甘いぐらいが美味しいよ。知らんけど。プラスチックバレル。バレルを入れろって言われてる。どこ？ここか。じゃあ、バレルを入れるんじゃない。バレルに入れるんだ、多分。まだある。あ、これか。よいしょ。ちょっと取って邪魔だから。これを置いて、リムーブリッドしてあげて、コネクトチューブ。コネクトチューブ。うおぉ？あ、そこでそう繋がってんだ。オープン。おお、いった。うおー、俺のビールが移動してるー。いいなー、俺もいつか自分のビールとか作ってみたいね。あー、いった。なんか急に止まったんだよね。なぜか行かなくて、なんでだろうと思ったら、ま、チップスみたいなとこに、チップスの上かな？説明にね、ローバーって書いてあって、もしかして、現実通りプラスチックバレルは下にないといけないのかなと思って。そしたら案の定そういうことでした。物理法則にかなってる。そしたらこれ多分使わないので置いといて。クローズ。うんたら。OK? The wait 20日。20日待ちまーす。で、ちなみにこのゲームなんですけど、ただビールを作るだけじゃないんですよ。ただビール作るだけだったら僕動画にしてません。多分個人で楽しんでます。このゲームを進めるためには、いろんなレシピを作って、うめえビールを作って、それで大会に出て注文をこなして、ビール職人としての名を上げると、いろんな、設備がアンロックされていきます。というわけで、なんか一日間違えて多く言っちゃったね。テスト&パッケージ your beer? Yup! テスト !Oh! テスト !Oh! テスティングタイム !Hey, hey, hey! こうだ !Oh! あー、ビールだーあー、カラーはちょっと明るめで、カーボネーションっていうのは、ビールに炭酸を加える作業自体がカーボネーションって言われるんだ。あ、炭酸の強さっていうことかな。はい、というわけで、ハーフウェイがちょっとよく分かってないですけど、しっかりと。まあ、後々分かっていくかなと思います。あ、なんかページ2個目がある。モルト、スウィート。あ、レーダーチャートがある。あー、結構甘めの、
やつだね。クリスプクリーン、ホッパービター、ミント、ウッディ、アースティ、グラス、キャラメル、あとそれもそれぞれパインだったりとかも入ってるね。こんな感じのアロマホップが入ってますよっていうところかな。次テスト、味わい、 ABV、 わかんない。ボディは軽め、オリジナルグラビティよくわかんない、ファイナルグラビティよくわかんない。メタメスは苦味です。 ABV、 ABV はアルコール度数が 5.2%、 まあちょっと軽め、うん、いい感じだね。飲みやすいビールだね。サマリー、なるほどね。どのビール、どこのビールに近いかっていうことだね、多分これ。どれが一番近いですかっていうことですね、多分。おー、チュートリアル終わった。ビールネーム、あー悩む。トイオリジンアンバーエールにしよう。トイをブランド名にしよう。これは一番適合率高かったアメリカンアンバーエールとして、ボトル、あ、やっぱりボトルもね、自分でいろいろ選べるっぽい。今回ベルギーのやつだね。あ、カップ、最初からこれでいろいろ選べるわ。わーわーわーこれにしよう。これは何？あ、あー、ラベルもそんないじっていいんですか？今回のは、どうしよっか。あら、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 まあまあ、そんなにいじっていいんすか？ちょっと、いろいろやります。うわ、うわ、うわ、うわ。おもれへぞ、このゲーム。よし。というわけで、僕のトイオリジンアンバーエールができました。え、めちゃめちゃいい。これ本当にラベルメーカーがさ、すごい種類いっぱいあるんで、マジで悩む、これ。あ、あ、消えたか？ふざけんで。はい。作り直しました。変わったるー、なんか。もうね、前のやつ思い出すね。そしたらこれから作るラベルは全部この木をベースにしようかな。木とこの後ろのやつ、縦のやつはベースにしようかな。はい、というわけで僕のワークショップに出しますよ。うおー、これを When you are ready advance to the next season。 はい、あ、ここからもう自分のビールできて満足しちゃってる自分がいて、まともに実況してないので後付けでございます。で、ここで一旦チュートリアルは完了しました。ここで出てる注意文としては、今もし醸造中のビールがあったらそれは失われますよ、ただもう完成してるやつだったら失われませんっていうことを言ってます。で、ここからは今画面に映ってる冊子の中から仕事を選んで、いろんなビールをレシピ通りに作っていくっていうのが目的になります。はい、というわけで今回初めてのブリューマスターの動画でございました。まあね、ちょっと初めてだったので、これ何これ何っていう風になってたりはしますけども、まあ、次回からちょっともうドヤ顔で紹介できるような感じでやっていきたいと思います。いろいろ調べてきます。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ビール飲もう。